ライバーの先制ホームラン、打った瞬間それと分かるホームランでした。この広い福岡ドームの中段まで持っていきました。開幕からずっと当たりがなかったんですが、やはり先日のロッテとの試合でホームランを打って自分のシーズンが始まったと、そうですね、言ってた通りになりましたね、はい。まあ、今日も練習終わったバットあのバッティングゲージの後ろで、はい、王監督とずっとミーティングしておりましたけども、その時はやはり肩の開きということをよく言っておりましたね。あ、そうですか、はい、左ですからその右肩を開かないようにどうにしたらいいかということも話しておりましたのでね。そうしますとあの打ったボールも落ちる球変化球ですから、はい、うまく右肩が残ったということですね。残ったということですね、はい。さあ1点を追う形になりましたオリックス、7回の表。やはり西武時代というのはこっから要するに塩崎、香取、新谷、いろんなピッチャーがいたと思うんですよ、リリーピッチャーが、はいはい、やはり工藤の球数は92球ストレート決まりました。いけないことだと思うんです私は。責任感、はい、やはりこの福岡ドームの開幕ドームで工藤が完封したというものが私は欲しいなと思いますね。そうでしょう。運が続いて最初からきついねとこう監督が話したわけですが、これは中途半端なバッティング。工藤が取って一塁です。当たっている福良を抑えました。はい、ボールが高めに浮く。まだホームランが出ていません。左中間に打球が上がっています。センター秋山ずーっと左に乗っていきます。最後はミッチェルが使いました。2アウトです。ミッチェルにも白い歯がこぼれました。今日はにとってもこの福岡ドームはやっぱりでっかい球場だなと僕は話しました、ね。はい、これはセンターに抜けていきました。小川はセンター前ヒット、2アウトのランナーです。この高田も昨シーズンこの工藤相性がいいんです。初球を打ちました。セカンドゴロ、一塁ランナー残塁です。7回の表オリックスランナーを出しましたが